救急バイクは、緊急車両の一種であるオートバイ。オートバイ用トレーラーやサイドカーで患者を運べるものも、あり、自動車と比べ交通状況による影響が少なく、速やかに動けるとされる。そのため、心停止の確率を減らし、患者の生存率を向上できると言われている。アフリカでは、妊娠中の女性のために用いられてもいる。 サンパウロ消防署ブラジルでは2000年からまずサンパウロ消防署が導入。救出キット、消火機器、応急処置キット、点滴、AED などを備え、二人一組で出動する。2008年からは他の州でも救急バイクが導入された。2008年8月、サムと連邦政府は400台の救急バイクを提供した。 香港消防部の BMW-R900RT、救急医療、アシスタントオートバイ。香港のレスキューミッションの P173 によると、香港ファイアサービスデパートメントが1982年に、まず2台の救急バイクを導入したという。1986年には有用性を認識し、1987年に7台を新たに購入。 1989年の時点では合計15台あったという。現在は35台まで増えている。さらに香港補助医療サービス隊もそれらと別個に救急バイクを所有しているという。日本の一部自治体ではオフロードバイクなどを救急バイクとして採用している。日本で初めて導入されたのは1993年の 東京都東久留米市で運用されていた東久留米市消防本部消防救急オートバイ隊だと言われている3月10日に運用開始し6月11日の道路交通法一部改正の閣議決定を受け正式認知に至った議会で導入を検討している自治体もある群馬県太田市消防本部の救命ライダーケニアには デパートメントフォーインターナショナルデベロップメントの2009年の援助により救急バイクが提供された。ザマグンガ S ヘルスセンターではサイドカー救急車のサービスを運営している。南スーダンスズキ V ストローム650、ホンダ ST1100、ホンダ ST1300 と BMWR1200RTP マラウイでは、平地で使用されている。 救急だけでなく、参加用としても活用。軽量のエンデューロマシンに、ストレッチャーとしてのサイドカーを装備。四輪駆動車に対するコストの安さで、採用されているという背景もある。2009年4月、南部スーダン自治政府は、ユニセフの協力を受け、東エクアトリア州に5台の救急オートバイを導入。 妊娠した女性の輸送に活用され、妊産婦の死亡率低下に貢献していると言われる。セルビアでは2011年、ベオグラードに導入された。乗組員は、バイクのドライバーと一種で構成。3つのバッグには、心肺蘇生法の対応機器などが入っている。イギリスでは、NHS エマージェンシーメディカルサービスと、ストリートジョンアンビュランスが、救急バイクを運用している。 ストリートジョンアンビュランスウェールズは試験期間を経た後3台を導入しているという。主に街道の監修などによる交通影響を受けるロードレースなどのイベントで活用されている。ドイツでは1983年からバイエルンの赤十字社が救急バイクを活用している。2011年時点で25台100チームの活動があるとの報告がある。 第一次世界大戦ではすでにアメリカ、フランス、イギリスなどがサイドカー付きの救急バイクを活用していた。米軍のものはストレッチャーが2段で負傷者2名を同時に運ぶことも可能だった。フランス軍は数と用。英国赤十字社もアメリカのようなダブルデッカーのサイドカー付き救急バイクを使っていたレドンドビーチでも1915年に サイドカー付き救急バイクが設置されていた。バスハウスに待機し、ビーチで溺れた人が出たら素早くバイクで駆けつけるシステム。ロンドンのザ・ナイト・スプライト・アニマル・ホスピタルインスティチュートでは、1912年に犬の輸送にサイドカー付き救急バイクが使われた。このような活用方法は、1937年時点でも、 メリーランド州の不マネソサエティで行われていた。ありがとうございます。